学生時代仲の良かった友達からメールが来た時のこと。長い間音信不通だったのですが、突然のメールに驚き、何度かメッセージのやり取りをしていると、久しぶりに会おうということになり、次の休日に会うことになりました。私は今地元からは離れているので、私が地元に行くことになり、友達が待ち合わせ場所を決め、そこの住所を送ってきました。その友達とは学生時代は本当に仲が良く、毎日のように遊んでいたのですが、なぜかは思い出せないのですが、喧嘩したわけでもないのに、いつの間にか疎遠になっていました。なので多分10年ぶりくらいに会うんだなと思い、これを機にまた親交が復活できればいいなと思っていました。次の休日、私は車で地元に向かうことにして、ナビに友達が送ってきた住所を入れ、1時間くらい走り、ナビが目的地に着いたというのですが、なぜかそこは竹やぶ。昔、子供の頃、ここで石を投げて竹に石が当たる音を聞いて遊んでたなと思い出していたのですが、なんでこんなところを待ち合わせ場所にしたのかなと思い、もしかして友達が住所を間違えて送ってしまったのかなとか考えながら車を降りると、ふと今から会おうとしている友達がこの竹やぶで首をつって自ら命を絶ったことを思い出しました。私は車に乗りすぐに帰りました。なぜ今までそのことを忘れていたのかわかりません。